はようございます。2月23日の朝5時16分でございます。 FX のドル円相場解説なんですけども、昨日はね、上昇する陽線に大きな上髭が出ている解説をしました。ここでですね、ピンときてよかったなと思うんですよね。これが勘ですよね。この状況で陽線なのに上髭が出るということは、この106円107円方向は様子を見た方がいいなと昨日解説したと思います。そして今日はどうなってるでしょうか。今ね、ちょっと5分前にチャートパッと開けると、陰線がズバーッと1時間足闇を切り裂いてますね。要するにセルの方向に向かったわけですよ。で、ここで私は改めてバイの方向に行く決断ができるわけですよね。まあ下がれば上がるわけなんですよ。もちろん必ずそうなるとは言いませんけど、私この形が大好きでね、しかも一瞬思いとどまったじゃないですか。ここでバイを思いとどまらずにバイをかけていたらロスカットを食らって、慎重になってもうワンテンポ遅れてエントリーは明日か明後日ぐらいになったと思うんですよね。でも今日バイでエントリーするのがこれはベストポジションじゃないかなと思ってます。このパターンもね、何度も出るんですよ。じゃあその辺を解説していきましょうか。じゃあ画面を切り替えていきますね。今日はデイリーから見ます。1日足ですよね。1日足見てください。こういう風な形でグッと上がって2個目のギザギザができて3個目のギザギザ、この後なんですよ。これがですね、まあ、多少の前後はあるかもしれませんけども、私はこのバイの方向に向かうと思ってるんですよね。このままかもしれませんけどね、 N を繰り返してバイの方向に向かうと。で、昨日私がこうなるんじゃないかなって言ったのは、 N を書いてね、早い段階でゾーンをまあ打ち破っていくってことだったんですよね。ゾーン、こうゾーンを打ち破って上の方に行くんじゃないかなってことでした。ゾーンをもうちょっと色濃く書いてみますよ。これですね。でも今日私が思うのは、ゾーンを一旦破る形にはなるんだけども、でもその下からね、ここですね、下からズバッと上がっていく、切り上げていくんじゃないかなってことです。フォーメーション分析もしていきましょう。フォーメーション分析は転換がここで起こってますよね。塗りつぶしなし、転換が起こってます。その後、安値、安値、もう一つの安値はまだ分かりませんけども、高値、高値、高値と聞いた時にこういうふうなね、右肩上がりのフォーメーションが形成されるんですよね。ということはもう間もなく上昇に向かうポイントになるんではないかなと思いますよね。じゃあ、あとは上昇に向かうポイントがどの辺にあるのか、4時間1時間で見ていけばいいかなってことになります。もちろんね、これがこうならずにもっともっとこういくこともありますよ。なんだったらここまでいくこともあるわけですからね。だからロスカットは入れて倍に入るということなんですけどね。はい、4時間です。4時間をフォーメーション分析するとしたら、まずFX の基礎講座の初級編をご覧の方は分かると思いますけども、この図って右肩上がりでしょ。だから今後も右肩上がりになるというふうに考えた方がいいんですよね。で、右肩上がりならどういう線が引けるかというと、大体こんな感じじゃないですか。だからもう間もなく上昇に転ずるポイントが来ると思うんですよ。今すでに来てるかもしれないですよ、これ。まあもうちょっと下に下がると思いますけどね、これね。もうちょっと下に下がっていくと思いますから。まあ下がるね、勢いがこれ結構あるんですよ、これ。ここ見てわかるように。こう下がった後に、この太い陰線ですからね。まあでも、105円から106円の方向に向かっていくんじゃないですか。で、1時間で確認してみます。1時間ですよ、私がびっくりしたのは。おー、下がったなと思ったわけですよ。まあ、せいぜいね、この辺りで上昇の方に向かってくれればなと思ったんですけども、そうはならなかったですね。いやー、こっから、あ、だいぶ下髭が出てるじゃないですか。これ上髭がないんだけども、下髭が出てる。陰線なのに下髭が出てるってことは、もうね、下に向かうエネルギーはなくなったってことなんですよ。で、ここでですね、ずっと売りがかさ増しされてきたわけですけども、
この辺りでもう完全に利確が入っているというふうに私は言いますね。だから陰線がだんだん長くなって急速に短くなった、要するに多くの方がここで利益確定をしたんじゃないかなと思うんですよ。もしくはずっと抱えていた含み益、あ、含み損か、含み損ね、この辺りで作ってしまった含み損を解消したんでしょう。そういうふうに考えるとこれからね上昇の勢力が出てきてもいいんじゃないかなと思いながら、今日中にバイでエントリーをかけるというふうに私は考えますね。はい、ということでございます。毎日やっぱりね相場を見ていると、おやここはみたいなところがありますよね。今回はとりあえず昨日の陽線なのに上髭によって、流行るエントリーを救われました。ワンテンポ遅らすことによって今がエントリーのポイントなんじゃないかなと、まあ今日がねエントリーのポイントなんじゃないかなというふうに見ることができましたね。皆さんいかがだったでしょうか。もちろんここまで解説はずっとねピタッと一致していましたけども、ここから最終的な決断が私に微笑んでくれるかどうかは分かりません。そのリスクをはらんだまま、まあ倍の方で今日は入っていこうかと思うんですけどね。それではいってらっしゃい。